はタミソチーズ、肉じゃがです。人参を食べやすい大きさに切り、シリコンスチーマでチンします。じゃがいももシリコンスチーマでチンします。厚いままのじゃがいもの皮を剥いてカットします。ひき肉を炒めて、じゃがいも、人参に油をなじませます。酒、みりん、砂糖を入れて混ぜ、だし汁を入れて、煮立つまで一度落とし蓋をします。煮立ったら、味噌、バターを入れて、再び、落とし蓋をして、汁気がなくなるまで、煮込みます。チーズを乗せて。
刻みネギを乗せたら、完成です。